ワゴン R を買いました。買うことになりました。トリップをリセットします。はい、OK。で、これでガソリンも満タンになったし、30リッターぐらい入りましたね。まずは。で、ここからじゃあどこまで走れるでしょうか。ちなみにここは浜松市のガソリンスタンドですね。だって燃料が半分よりちょっと上ぐらいまでたところで200キロ超えました。ほぼエンティーを刺してから結構しばらく刺しちゃったんですけど、なんとか500キロ以上ワンタンクで走ることができました。でも、もう不安なんですぐに、ガソリンを入れに行こうと思います。さて、日本で一番早く日が昇る、UFO を見て到着しました。さて、燃費はどれぐらいになったでしょうか。さて、給油してきました。512キロ走って、給油量は 29.71 リットル。ちょっと20には届いてないですね。ということで、燃費は 17.2 キロということになりました。17か。近くのアットワークスでこの前やった時も、
キーで走った時も17だったんで、なんか17が多いです。静岡とか豊橋のあたりで渋滞に巻き込まれてたんで、あと結構山道も走ったし、バイパスだけじゃなくて、まあちょっと燃費が伸びない環境ではあったかと思います。まあそれでもターボで全然遅さを感じない車で17を出せるっていうのはなんかいいんじゃないでしょうか。しかもこの車4万で買ってますからね。ガソリンを1回入れると車の1割の値段になります。10回入れたらこの車こんな値段です。というわけで調子まで来てしまいました。滋賀にもみんなで行った白3日連続白風が強いってことでしょうね、ここら辺は。海も近いし。風強い。Thank you.